察いたしました。それではただいまから行政経営刷新計画と骨子等についての発表を行います。それでは知事お願いします。それでは本日行政経営刷新計画と中期財政健全化計画の2つの計画の骨子案を取りまとめましたので発表させていただきたいと思います。この2つの計画は広島県の底力を最大限に引き出して新たな活力を創出するための施策、これを推進すると、そのための行政面での基盤づくりと、それから財政面での基盤づくり、これを、基盤づくりとして策定をするもので、あります。で、両計画とも計画期間は平成23年度から27年度までの5年間といたします。で、そのポイントについて、これからご説明をしたいと思います。まず行政経営刷新計画ですけれども、もともと資料あると思いますが、まず3つの、柱立てがございます。1つは戦略的な行政経営と、それから2つ目が組織体制の最適化、3つ目が職員の力を引き出す人材マネジメントというもので、ございます。それで、3ページになりますけれども、まず戦略的な行政経営という中では、施策マネジメントの確立ということをまず立てております。これはこういう言葉的にですね、また恐縮ですけど、ミッションと言ってますけども、どういった県庁が、どういう仕事をするべきであるのかということですね。これを共有化をして、経営戦略と組織目標に展開をしていくという、ミッションマネジメント、これも言葉が大変恐縮ですけども、要するにこう、何をやるべきかというところからですね、施策目標をきちっと立てて、それを全般、組織全般にこう展開をしていくという、そういう運営をしていくというのが、ミッションマネジメントということでありますけど、これを全庁的に展開していったりとか、あるいはその経営戦略に基づく人材の、あるいはその他の資源のですね、効果的な配分に取り組んでいくというものであります。でまた県民のニーズ、これは単にその今あるそこにいらっしゃる県民の皆様というだけではなくて、これは将来の県民のも含めてになりますけれども、そのニーズ等の現場情報の収集の強化や、あるいはその共有化を図って施策に反映していくと、それから同時に施策の目的や成果の明確化であるとか、あるいはその施策を進めていく上でのその達成状況の評価など、施策の成果が着実に発現するようにですね、この PDCA サイクルというものをシステム化していきたいと思っております。で、こういったことを通じて県民起点、それから現場主義、成果主義にと私は常々申し上げてますけれども、その施策、そういった視点に基づく、視座に基づく施策マネジメントを確立していきたいというものであります。次に、7ページになりますね。組織体制の最適化というものですけれども、これも単純に言いますとですね、まずその、一つはそのやるべきことに基づいた組織を作っていきましょうということがまずあります。今作っております、明日でしたっけ、総務ビジョンの投資の明日でしたっけ、明日新たな総合計画ですね、このビジョンの答申をいただく予定になってますけども、そのビジョンであるとか、あるいは県政運営の基本方針、といった経営戦略に基づいて、
重要政策等に機動的またかつ柔軟にですね対応できるような組織を作っていくということであります。また同時にですね、県民の皆様の声あるいはそのニーズを的確に捉えて、政策に反映をしていくため、本庁と地方機関をもっと一体化していくであるとか、あるいはスピード感を持って対応できる組織体制というのも必要であろうと思っておりますし、そのための人員配分の重点化や、あるいは政策の作り方ですね、そのプロセスについてもきちっと作っていかなければならないと思っておりまして、そういったことを通じて現場機能の強化に取り組んでいきたいと思っております。で、次に11から4ページをご覧いただきたいと思いますけれども、これは転移管理という部分でありますけれども、転移については、つまり人員体制規模ですね、これについては当然のことながら最小の経費で最大限の効果を発揮していくという基本原則がございますので、それに基づいて組織の活力と組織の活力の維持と、これとも睨みながらですね、転移管理の最適化をしていきたいと思っております。で、一般行政部門については中期的な転移管理目標4200人というところに置きます。で、その上で、この5年間の計画終了時平成27年4月1日ですね、これにおける転移は4300人で、これは現状から427人、削減するということでありますけれども、これを目標にしたいと思っています。で、この目標を達成するために27年度までの計画期間中は職員採用をですね、退職者の半数程度に抑制をしていくということを目途に進めていきたいと思っております。それによって職員の段階的な削減ができるということであります。で、この4200人というのはですね、この資料にもありますけれども、いわばヤードスティック的にですね、その各自治体で比較をした上で最も効率的な体制はどういう体制かというのを計算をして出したものであります。で、次に15ページから16ページ、職員の力を引き出す人材マネジメント、こういう点に、ですけれども、当然のことながら、その行政の質を高めていく必要もありますので、その人材マネジメントに取り組んで、職員の力を引き出していくということも非常に大事なことであると思っています。その結果、まさにその最小の規模でですね、最小の人数で県民サービスの向上につなげていくということを実現したいと思っております。で、その内容としてはですね、まず第一に新たな行政需要に対応する多様な人材を確保していくということと、それから、独自水準給料表ですね、これを導入するということと、広島県独自の給与任用改革を行うというものであります。で、まずその独自水準給料表ですけれども、これはですね、給料を独自水準給料表を導入することによって、まず給料を下げるということを行います。で、合わせて、平成18年度から取り組んでいる給与構造改革で、未完成になっています地域手当がございますが、今年度の人事委員会勧告で示された最終形の率を取り入れて決定をしたいと思っています。それから2点目であります広島県独自の給与任用改革ですけれども、こちらについては県職員の給与制度をですね、民間企業を参考に改めて
給与制度の抜本的な改革を実行したいと考えております。これまでも給与構造改革というのをやっておりまして、年功的な上昇の抑制というものに努めてきているわけでありますけれども、まだ民間と比べると依然として年功型の性格が強いということでありまして、職員のやる気と成果に応える仕組みがですね、必ずしも十分ではないというふうに認識をしております。それで今回はですね、施策の目的と成果を明確にする戦略的な行政経営というものを目指しているわけですけれども、そういった行政経営をその具体的にその人事システムと連動させるということですね。人事システムの中に取り込んでいくと、それによって経営の基本方針とそれから職員のモチベーションの方向を一致させるということを目的にいたします。で、そのために給与任用に成果主義を導入して、抜本的に制度を改めるというものであります。これは民間にいらっしゃる皆さんには比較的馴染みやすい、理解いただきやすいんじゃないかと思いますけれども、まずですね、管理職員から一般職員まで一貫して、目標管理評価システムというものを導入していきたいと思っています。で、それによって、ミッション、やるべきことのですね、明確化による組織パフォーマンスの向上を図ると、組織による成果のですね、向上を図るということであります。で、また目標管理評価システムによって、成果を給与に反映させていくと、それによって、職員のやる気と成果に応えると、そういう給与制度にしていきたいと思っています。で、そのために管理職員の定昇を廃止をいたします。管理職員の定期昇給を廃止をして、職責と能力に応じた基本給を明確化していきます。で、これは実質的な年俸制度でもあるというふうに考えております。で、またこの成果主義を踏まえた企業制度の一般職員に拡大をしていくと、成果主義を踏まえた企業制度を一般職員に拡大をしていくということを行っていきたいと思っております。で、以上が行政経営刷新計画の中身であります。で、次に中期財政健全化計画の骨子案ですけれども、まず、2ページをご覧いただきまして、財政フレームの骨子ということで、計画期間としてはまずこれも来年度から平成27年度までの5年間としたいと思っております。で、健全化に向けた目標としてはですね、まず一つは経常収支率を 90% の水準に可能な限り近づけるというのであります。で、これはまさにその政策的経費、これは県政の発展にするために使っていくというものになりますけれども、そのための自由度の高い財源を確保するためであります。で、それから財政の持続可能性というものですね、よくサステナビリティというのが今国家財政でも議論になってますけれども、その持続可能性を確保するために将来負担比率を288% 未満に抑制をしていくということであります。で、これは負債管理をしていく上でですね、288というのが、いろんな形で、一つの目安になるので、この数値を置いております。で、この経常収支比率というものと、それから将来負担比率というのは、いずれもですね、県債の発行に強く影響を受けるということになります。で、県民の将来負担の軽減に向けまして、臨時財政対策債、これを除く実質的な県債残高を5年間で1400億円、程度縮減をしていくということといたします。で、以上、経常収支比率、それから将来負担比率、それから実質的な県債残高の削減というこの3つの目標で、
5つの目標を立てて、その達成に向けて、財政健全化策をうまく推していくということにしたいと思っております。で、その具体的な内容ですけれども4ページになりますが、まず経常的経費の削減であります。で、その中で、またさらに人件費マネジメントというのがありますが、これはちょっと後ほどご説明したいと思います。で、次に、特別の財源対策ですね、財源対策、これに取り組みたいと思います。これは財産の売却あるいは収入未済額、要するに、きちっと収入あるべきものをいただいていないというもの、それの確保あるいは基金の活用でありますが、こういったものを対応可能なですね、対策をすべて講じた上で政策的経費の財源に踏み向けていきたいと考えております。で、最後に政策的経費そのものの見直しでありますけれども、平成23年度から平成27年度までの各年度において、見込まれる歳入をベースといたしまして、経常的経費の削減、そして特別の財源対策を行った上でですね、政策的経費の支出可能額というものを、算出をした上で、それを政策的経費枠として設定をして、その内容の見直しを行うというものであります。要するにこう使えるお金というのを歳入から決めていってですね、入った以上のものは使わないということであります。で、次に人件費マネジメントの部分ですけれども、人件費は歳出のですね、総額の3分の1を占めて、おりまして、非常に大きなウエイトになっています。で、平成27年度にその総額がピークを迎えるという見込みになってまして、経常経費の削減として、先ほどありました行政経営刷新計画の骨子案の取り組みなどを行うことによって、中期的に人件費のマネジメントに取り組んでいきたいというふうに考えております。で、まず職員数の見直しですけれども、平成27年度までに、一般行政部門で427人程度の削減を進めます。それから給与構造改革ですけれども、先ほど申し上げた独自水準給料表を導入して、それから各種手当の見直しや非常勤職員の削減なども行って、その効果が将来にわたって及ぶ、つまり一時的ではない、構造改革を進めるということであります。それから時間外勤務の縮減というものにも取り組んでいきたいと考えております。これはすみません、ページを言わないと9ページですね。で、12ページをご覧いただきますと、そういった人件費マネジメント案のポイントとして、こういった取り組みによって、まず人件費総額で見て、平成22年度比で、歳出ベースで、平成23年度は103億円の減、これは 3.3% になります、を見込んでおります。で、退職手当を除く給与を見ますと、計画の最終年度である平成27年度には122億円の減、これは 4.4% の減になります。で、10年後の平成32年には241億円の減、これは 8.7% の減になります。これを達成していきたいと考えております。累計でいきますと、この人件費マネジメントに伴う効果額というものは、平成23年度から27年度までの5年間の累計で449億円で、平成32年度までの10年間の累計で1055億円になると見込んでおります。こちらの12ページに書いている通りでございます。
で、こういった形で中期的に人件費マネジメントに取り組むことによって、適切な人件費管理を進めていきたいと考えております。なおですね、私と副知事の給与の取り扱いについては、平成22年度は知事が私が 10% 減で、副知事が 7.5% 減という、給与カットを行っていますけれども、平成23年度から25年度までの3年間は同じカット率で、継続してカットしていきたいと考えております。以上が概要でございます。で、これらの骨子につきましては、先ほど経済財政会議を行って、これに諮ってご意見をいただいたところであります。で、これから種々関係者ございますけれども、その関係者との調整に入るという位置づけのものでございまして、今後そういった調整を進めた上で、行政経営刷新計画と、それから中期財政健全化計画として最終的に取りまとめていきたいというところでございます。私からのご説明は以上であります。